SA 入ればダブることなくイオリアクテータム、さあ中足タイプ、さあルグレセンター当てで、さあルグレがいい感じで5番で止めてからのガラクサ、さあここは暴れる、さあもう1ゲージある時点でこの体力なら、あさあなんかすごい当たり方したな、なんか確定しなかったっぽいわ。さあこれは入らないわ。さあ早くからの読み合い、さあガードを選ぶ、さあテイクはガードする、あさあ中央でも入る、これはまあいいでしょう、ただ次のゲージもうほぼ 2ゲージ溜まる、さあ使っていく、さあ1回掴めば、さあセンター手で空草が入らない、あさあ逃げる、あこれは死ぬぞ、これは死ぬぞ、2回トサ入れて終わりじゃないか、